アルフレッド・トンプソン・ブリチャーはアメリカ合衆国の風景映画家であるハドソン・リバーパやホワイト・マウンテン・アートと呼ばれる画家たちと活動したニューハンプシャー州のポーツマスでイギリスから1820年に移住してきた移民の息子に生まれたマサチューセッツ州のニューベリー・ポートの学校を卒業し1851年からボストンで役人として働き始めた仕事の合間に ローウェル協会で美術を学び、1858年には役人を辞め、ニューベリーポートにスタジオを開き画家になった。1年後、ロストンに戻り、ハドソン・リバーパの画家、マーティン・ジョンソン・ヒードのスタジオと同じ建物にスタジオを開いた。アルバート・ビアスタットや、ウィリアム・モリス・ハント、ベンジャミン・チャンプニーといった画家たちとも交流した。結婚した後、1868年に、 ニューヨークに移り、ナショナルアカデミー・オブ・デザインで展覧会を開き、1879年にアカデミーの巡回員に選ばれた。ニューヨークの美術出版会社、ルイス・プラン &CO と契約し、出版された複製版画が人気になり、多くの注文を受けた。アメリカ水彩画家協会の会員としても活動し、1878年のパリ万国博覧会にも、 水彩画を出展した。1875年にはカナダを旅し、ファンディワンの島、グランドマナン島の風景も描いた。再婚した妻と1890年から、ニューヨーク市のスタテンアイランドのニュードープで暮らし、そこを拠点に、ニューイングランドの海岸へ旅し作品を描いた。ありがとうございます。